なにわの刀剣亀田刀剣。もう一撃やな。しそばかなんかさっき焼きそばでしょうだった。まあ1分以内倒そう。しかしもう亀田のパンチが止まらない。ここからはまさに一人舞台。ボディに顔面に次々と決まる強烈なパンチ。なんと相手に一発のパンチも出させないまま1ラウンド44秒の秒殺ノックアウト。口だけじゃなかった。横気分よさったよ。きっちり決めたよ。亀田光景。新なにわのロッキー、17歳の若武者がデビュー2戦目に向かいます。この表情です。鋭い表情で睨みつけていきます。デビュー2戦目。さあ第1ラウンドのゴンが鳴りました。亀田がゆっくり行く。左から右。やっぱりパンチの一発一発は威力がありますね。この会場内もガツガツ響いている。左からの上手からのストレートを持っていきました。ラウンです。さあ2戦目もあっともっとこいこいというような亀田のこの表情ですが、ノックアウト転換が立てません。第2戦もこの亀田が横向けを達成しました。まさに時代の構図となりうる存在。丸まってる選手やろ、ずっと。ああいう選手倒すの難しい。ほんまハードパンチじゃないと倒されそして幸喜選手、この後タイの選手にちなんで食べたのは、タイ焼き、タイ焼き丸飲み。県外、県外の負け。そしてそのまま10カウント。2ラウンド59秒、闘魂が牙を抜きました。KO するのは当たり前やん。亀田で KO やん。セットやすんの。どうですか東京。東京にボクシング審議団ちゃうよ。喧嘩しに行こう。それ1ラウンド2分で倒すよ。うん。1ラウンド2分以内。するとなぜか卵を口に。ヨードゲンやかヨードラの卵食ったか。立てない立てない立てない。1ラウンドノックアウト勝利。1ラウンド2分10秒、公約を10秒オーバーしましたが、聖地後楽園ホールで鮮やかな KO 勝利を収めました。まあな、亀田と KO はセットやからな。亀田光輝がいつもながらのパフォーマンスがありましたが、カルロス・ボーチャン選手がそれに対して反論をするところから一気にヒートアップします。畠山さん、はい、いつも以上に何か熱のこもった亀田光輝だなという感じがしたんですが、叩き潰すよ、あんまり調子乗ったら。カメラ、ロチョでマルソって燃えです。まあ、せいぜい俺を楽しませてくれ。まあ、しばけいたら。またね、こういう亀田選手みたいな強いパンチの一発は相手も慣れてくるんですよ。面白いですね、パンチに慣れるんですか、はい、さあ、しかしこのパンチは慣れるか。ボディー連打。ああ、いいボディだ。今ので黒木にやった。さらに追い打ちをかける。ローブローダーをアピールしているカルロス・ボーチャン。これはダウンか。ダウンを取りました、ダウンを取りました。カルロス・ボーチャンはローブローであるというアピールをしていますが、ダウンカウントは進んでいる。試合終了。亀田光輝左
りボディーでダウンを奪ってナックアウト勝利です。いやでも俺パンチあるけど、まあ今日はなかなか相手も頑張ったよ、うん、今日は6ラウンド2分20秒というね KO 勝ちでしたが、対戦相手はタイのベテラン10回戦ボクサーサミ。初めて8回戦に挑むコウキにとっては格上の存在だが、臆する気配は微塵も感じられない。相手が見せた一瞬の隙を見逃さず、カウンター気味に右フックを叩き込んだコウキ。強烈なダメージを負ったサミーはこの時失神していた。ノイル帰る、ノイル帰る、おい帰るんだ。それグラウンドぐらいになるとどんなの、こんなのこれビジャーン。冷静さも持ち上げてない。おっと、ボディー効いている。完全に逃げ出した。さあ、一気に来るか、左ボディー、左ボディー。アメダが行く。世界に向かっての左ボディー。相手をロープ際に追い込んで、左ボディー、まっすぐ。これは危機を通信ですね。完全に背中を向けて嫌がった。なかなか立ち上がれないアラン・ブレット。まだ立ち上がりません。立ち上がれない、起き上がれない、もう戦う。亀田コウキの雄たけび。アラン・ブレットもこの闘技とは拳を交えられない。完全に心までへし折った亀田コウキ。よっしゃついこい、ナイス、やりました。アポイント聞きますよ、アポイント聞きますよ、入った、最後は右、左ボディが、そしてその前のストレートも効いていました。入った、入った。左、第8ラウンドに奪ったダウンシーンは距離を詰めたところからバランスを崩したダニエル・ディアスにタイミングを当てた左でした。鬼塚さん、ダメージはそれほどないというようなお話がありました。チンと入れるとおっしゃいましたが、うん、ボディも左右打ち分けでいいですよ。左右ですね、左右。パンチは右にはかなり力強さを持っている。左ストレート、膝をついた、飛び込みながら今度は左ボディ、止まった、動き止まった。今日3回目のダウンシーン。そのカメラが移籍初戦に選んだ相手はなんと元世界王者、柔道の防衛を誇る KO 率 70% を超えるハードパンチャーだが、そんな肩書きも刀剣には全く関係ない。俺と KO 強いだから、 KO を全部意識して KO 勝ちする。この 60% を亀田が吠えた。右ボディ一戦、亀田が吠えました。一気に行くのか、左スク、右ボディ、元世界チャンピオン、体を黒字に曲げて完全にボディを揺らっている。左フック、左フック、決まったか、決まった、決まった。これが刀剣の雄たけび。相手が誰であろうと構わない。世界に突き進むために亀田コウキ、俺は吠え続ける。世界に挑戦する実力は証明できたと思いますか。まあ世界の実力はもう昔からあるし、うん、ミスはないですね、みたいなね、おお、また左が入った、左、左ストレート、ラッシュは連打、ラッシュは連打、止まらない、亀田パンチが止まらない。あー、緊張してるね、ファハルド手が止まった、左ストレート、試合終了。亀田コウキ、世界選手権最終章、完璧な勝利。これ以上ない勝ち方だ。投与ぐらいでな、今取ったらいいのやろ。
半端もあったパンもあったルワンがあの時はほんま、まあせいぜい東京のちょっと見物でもしとけよお前は。黒板に何やら書き始めたカメラ。ワンミーチョはい、で前で合わせよ。ノーモーションでしたね。すごい。右フック。ついていく。右アッパー。右フックでもう一度ダウン。鮮やかなパンチでした。最高のダウンですね。ただチャンピオンやっぱりダメージ抜けきれてないですね。そうですか。左が当たった。左。さらにスピードいった。ね、これ竹原さんチャンス見ましたね。そうですね。かなり効いてますよね。右当たった。左についていく。さらにロープで押して。人一倍練習してるつもりやから、まあここらでは負けるとは思ってなかったし、景気よく締めくくれ、いくで、いっせーの